県内で新たに四百三十八人新型コロナウイルスに感染していることが分かりました。河北市の県立心の病院で、新たなクラスターが発生しています。県は今日午前十時までに新型コロナの検査を七百五十五件を行い。四百三十八人感染していることが分かったと発表しました。自治体別に見ると、金沢市が百八十一人と最も多く。 白山市が64人、小松市が55人などとなっています河北市にある県立心の病院で新たなクラスターが発生し患者や職員など9人の感染が判明しましたまた、すでにクラスターが確認されている金沢脳神経外科病院と高齢者福祉施設でそれぞれ新たに2人の感染が分かっています 今のところ経路がわからない人は、全体の8割近い338人に上ります。症状別では無症状が28人、軽症が409人、中等症が1人となっています。